どうも、マジョジュンとキャップです。お願いします。前回の動画でベランダで雪だるま作ったんですけど、まあ、見てない人は見てください。で、まあ、最後ね、かき氷全部食べるとか言ってたんだけど、もちろん無理です。なので今回はそれ余った雪を持ってきました。で、これで何をするかっていうとね、これをこの辺に、まあそことか どこかにねバッて敷き詰めて、俺これやろうと思うんだよね。よいしょ、これですよ。これこのね、滑り台にね、こいつらを敷き詰めてちょっとスノボやろうかなと思って。で、普通にスノボやるってまあ難しいと思うんで、単純にオイルキャップでね、この上に乗ってちょっと楽しみたいと思います。で、とりあえずね、雪をね敷き詰めなきゃいけないんで、雪を敷き詰めに行きましょう。はい、了解。はい、じゃあね、とりあえず何個か運んだんで流していくよーん。投入。完成しましたってことでね、スノボって一人乗りじゃん。だけどさ、こういう時ぐらいしか二人乗りできないからさ、二人乗りできないと思います。が、これこんな感じでね、コースが敷き詰めました。うん、でそんな感じでね、滑っていきますね。360度カメラ持って、このサラモンはね、二人乗りに耐えられるスノボだから行くか。じゃあせーので消し抜かしてね。3、2、1、ゴー。行かせ。割れちゃったよ。これはでしょね。あのね、みんなね、今ディズニーランド泣かなきゃいけないと思うから、スプラッシュマウンテンはこうやって楽しむもんだよね。そういうことだよね。バカやろ。ねえ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 。何でかと思ったら。